こんにちは、はるあんです。今日はお家でパン屋さんをオープンしたいと思いますっていうぐらいすっごいいっぱいたくさんパンをね、焼きたいと思います。がなかったので混ぜてミックスして三つ折りにする。せーの、よし。おいしそう。あ、おお、ホロホロな感じのパンです。今日は何種類パン焼くんですか？4種類のパンを焼こうと思うんですけど、まあ、なんかシンプルなの2つに甘いのとしょっぱいののなんかちょっと凝ったっていうか、まあなんかいろいろね、具材を入れたものを2つって感じ、1つずつかで2つ4つ合計4つのパンを焼きたいと思ってます。でなんかもっと焼きたいんだけど、気持ち的にはもう食べきるのも大変だし、あと意外とね体力も消耗しますので4つにしとこうかなって感じ。ごちゃごちゃになっちゃう。別になんかすっごく試作をしてるレシピってよりかは お試しで作ってみたいなっていう生地の配合とかを試してます。見て、シャクルパンって書いてあるでしょ。ちょっと膨らんだらパンチ、ちょっと膨らんだらパンチをやって、なんか何回かパンチを入れてあるのですごく伸びのある生地に仕上がってるんじゃないかなと予想してる。なんとなくテーマとしては、本当にバターは少し、この削り量でバター 10g しか入ってないんですよ。でバター 10g しか入ってなくて、粉の旨味とか、なんかあとしっかり焼き込みたいなと思ってるので、まあ、名付けてざっくり食パンなんですけどを作る予定です。よいしょ。ふいと、この生地はどうかな。まあ、冬だと結構バターを使って卵を使ってこっくりしたパンがね焼きたくなるけどさ、なんかちょっと今日あったかいし、最近あったかいなっていう日が本当に続いてるので、シンプルなというかね、そういうバター系から卒業したくなる気分。2等分にして山形食パンを焼こうかなって思う。軽く丸める。こんな感じ、手数が少ない方が綺麗に美味しくできるイメージがあるので、もっとざっくりいきましょう。緑は食パンって置いて、でもう一つ作ってます。で発酵終わってます。じゃーん。これは見えるかな、カンパって書いてあるんですけど、カンパーニュのことね。鍋にねパン生地を入れて蓋をして焼くとね、すごく美味しそうに焼けるんですよ。あんまりやったことがなくて実は。で今日はどんなカンパーニュの生地にしたかというと、あ、そうそう、強力粉と薄力粉と、あとなんかお米を焼くときにさ、雑穀ミックスみたいなのあるじゃないですか、こういう棒でスティックになってるやつ、 1回3合のお米に対してこれ1本入れてねみたいな、ミックスを2本入れました。 60g ぐらいの本当に雑穀と、なんと甘酒が入ってます。よいしょよいしょ。はい、こんな感じでベンチタイムスタート。カンパーニュは結構緩い生地だから、これ発酵かごなんですけどね、発酵かごにさめちゃめちゃ粉振っとかないと多分ダメだね。私がパン作りでこの発酵かご欲しかったのはいつの話かちょっと忘れちゃったけど、多分中学生とか高校生とかで、その頃にまあ私の資金もなかったっていうのもあるんですけど、普通にね世間的に高かったんですよ。これすごい、いくらしたかな、なんかもう5、6000円したレベルな気がする。すごい高くて、とにかくで、こんな高いのこれがみたいな感じだったの。どこで買ったかわかんないけど、なんとか買ったわけなんですよね多分。でも最近この発酵かご IKEA とかでも売ってるし、いろんなとこで富澤とかでもそんなに高くなく売るようになった気がするの。だからさ、パン作り人口が増えたのかなと思って、だからそんなにね今は買えない値段じゃないからいいなと思って、私の欲しかった時期は本当に高かった発酵かご。三つ折りにして、貼らせるようにこうやって生地をね、表面を貼るようにピーンって貼るように成形なんとなくしていく。曲がるかね、よし、ギュッてして、はい、ダーンと。食
食パンはまずこの型で焼こうと思うんですけど、この型は 1.5 ピン型かな。で、今ショートニングが家にないので久しぶりに食パン焼く。型離れが本当に悪いと本当にね、うまく焼けてもすごいショックな思いをするんですけど、やっぱ一番はショートニングなんだよね。今まで私の経験上ね、バターじゃ全然くっついちゃうし、まずはちょっとこんな感じで三つ折りにする。そしたら縦にしてなんとなく閉じ目をなじませてくるくるって巻くんだけど、このくるくるくるって巻いていくのもちょっとふんわり作りたいので、最初は本当にこんな感じで大きく巻いてキュッて張らせて、優しくくるくる、ふんわりとした食感の、まあざっくりと作りたいから余計にちょっとこう空気を含ませるような成形を意識して型に、はい、入れると、こうロールがこっちを向くようにね入れます。はい、三つ折りにして、でちょっとなじませてふんわりと、よし、こんな感じで型に入れて、こっちは霧吹きを振っておきます。すごい、なんか光が集まって、私神様みたいになってますけど、意外とねパンのちょっと休憩してたんですよ。1時間は経ってるの、30分ぐらいかな。そしたら今日あったかいからか発酵の進みがめちゃめちゃ早くて超ラッキーなんですけど、なのでもう発酵いい感じだからオーブンに予熱をしちゃいたいと思います。まずカンパーニュね。カンパーニュはどうやって焼いていいかちょっと分かんないから、ネットで適当に調べたので参考にします。250度でこの方は焼いてるね。よし、お鍋も一緒に予熱するんだって。面白いね。見てください、すごくない、このパンパン具合。めちゃめちゃ発酵早かった。で、隣のこの食パンさんも結構膨らんでます。まだまだだけど狭山型にするから意外と早いわ。嬉しいな。このクグロフ型、こういうの知ってる？なんか真ん中にさパン生地をね詰めて、具も一緒に詰めて焼くっていうパンを焼きたいと思うんですけど、カルディで買ったブルスケッタみたいな瓶がうちに眠ってたのでこれを使います。もう多分まだ食べれると思う。結構さ美味しいんだよこれ、すごい美味しいんですけど、私あんまり食べなくて、うち絶対がなんかさ食べたいんだよ、だけど意外とパンとか私すごい作るけど意外と消費しきれないので、結構消費どうしてますかってコメントでいろいろ聞かれるわけなんですけど、もう本当に家で食べるっていうのもすごいするけど、よく食べるのうちだけど、もうどうじゃないけど食べきれないのでめちゃめちゃ人に配ってます。なんかもう食べてもらってるって感じ、本当にありがたい。あ、さすがにもうちょっといろんな人にもらってもらってる。ちょっと乾燥バジルとか、よし、はい、なんかこう元というかね一緒に焼こうかなって思います。それだけしなしなさせやすいようにクシュクシュしました。せーの、ほよし、久しぶりにクープ入れるな。うん、この刃もよく切れるのかもしれないけど、本当によく切れるというか、あのカットしやすい、めちゃめちゃ。あの長いさナイフみたいなので頑張ってた時代はどこやらって感じ。オリーブオイルを、これオイル入れて作ってないので生地を若干オイルをかけて、で熱終わった。やけど注意報だね、本当に。結構大胆な技だよねこれ。もっと大きいお鍋で焼けばいいのかな、どうなんだろうね。まずは15分焼いてみる。なんかもうパネルが汚い、掃除しないと。そしたら見て、キノコのやつ作ります。キノコのパン、トマト生地にしてみた。どう？これカルディとかで売ってるこういうチューブタイプのトマトペーストを使いました。大さじ2入れて、あと水とオリーブオイルで生地を作りました。
さ、このさトマトペーストを入れたからちょっとだけトマト生地になってすごい可愛いよね。今日カンパーニュとか食パンとか結構型に入れて焼くパン、あともう一つのパンも型に入れていこうと思ってたから、小分けのねパンがないなってこういうことに気づいたので、ちょっと小分けのパン、あの一個ずつできるパンにしたいなと思って、麺棒で、よいしょ、よし、もうすぐカンパーニュが焼けそう。開けてみます。まあ開けたって分かんないんだけどね。でもうちょっと蓋を取ってから、あと15分今焼いたんだけど、蓋を取ってさらに15分焼きます。でさ、蓋取る瞬間をみんなとね見たくてさ、見づらかったらごめんね。では行きます、せーの。あー見て、すっごいバリって焼けてる気がする。美味しそう。並べるっていうか置いていきます。めちゃめちゃラップの上で端っこで切ってますが、こんな感じでボロボロとカットして、上にこうやってさ、でもやっぱさチーズ塊で買っても食べきれないからね、あと普通にしてチーズ太るから気をつけないとと思って、でも今日は容赦なくのせます。はい、上から胡椒を振ります。見て、すっごい膨らんだ。すごくないこの感じ。もう焼いたらとんでもないことになっちゃいそうですが、これを200度でなんと60分ぐらい焼こうと思います。結構しっかり焼き込もうと思う。最後の4つ目のパンは甘系にします。甘系そういえばなかったよね。このお仕事をさせていただいたのもあり、私前からヌテラめっちゃ好きだったのもあり、ヌテラはもう本当に生活の一部になってしまったんですね。家にヌテラがあるのが当たり前みたいな。でさ、こんなさ大きなさヌテラをさね、紹介させていただいちゃったもんだからさ、もうこれになっちゃったの、私のヌテラのサイズが。でこのパン生地は牛乳が唯一入ってるかな、パン生地に。そう、なんかもう今日はやっぱちょっと暖かくなってきたし、春っぽくなってきたから若干シンプルなパンを多く焼いてるイメージなんですけど、これだけちょっとリッチに。本当はね卵入れたかったんだけど、ちょっと卵ないので牛乳だけで作ったけど、すごくねしっとりいい感じの生地で、粉を若干多めに全体にまぶしてます。なんでかっていうと、今から麺棒で薄く伸ばします。私の手のひら3つ分ぐらい、何の参考にもならない。取り出して、はい、パンに塗る。うわすごくない？はい、では巻いていきます。なるべくくるくると細かく巻いていきたいから、よいしょ、こんな感じで、よいしょ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 、はい、つまんで閉じる。長いね、長々だわ。で、今日は2個のパウンド型、15センチの2個のパウンド型をで焼きたい、2台分焼こうかなと思っているので、カット。うん、あんまり押さないとこう。そしたらこれを、皆さん行くよ。はい、もう勇気を出して半分にカット。で、このここ最後のここはちょっと残しとく。こうやってちょっとこう切った断面を上に見せるようにして、はい、こんな感じ。ちょっと軽く編んで、はい、型に入れる。もう超大雑把にやるんです、この時は。もう何も考えない。とにかくできるようにドシーンと焼きます。きつく編みたいの。そうするともっとこうキュンキュンってして可愛いんだけど、見て、デロッデロ。ここは一旦拭きましょう。パンもね、もう作り終わったし、一旦見て、すっごい美味しそう。めちゃめちゃ美味し
そう。でも、もうあとちょっと私攻めたいかも。いろいろハード系のパンを、いろんなパン屋さんのハード系のパン多くなってきたじゃん、ハード系のパン屋さん食べるけど、あと10分焼いたら多いかな、5分ぐらい。結構焼き込んであるパンってやっぱ美味しいなって思うんですよ。なんか高温でバーンと焼くのもあるのかもしれないけど、それよりも結構焼き込む、本当にギリギリまで火を通すみたいなパンも味わい深くて美味しいなって思うから、ちょっとやってみるね。ピーカンナッツ、くるみちゃんです。はい、をミックスして、まだ焼かないで、まあオーブンも開いてないですね、まだ焼けません。このまま発酵して、だいたい生地が型の高さよりちょっと下ぐらいまでちょっと膨らましてから焼こうかなって思います。じゃーん、かわいい、おいしそう。焼けたわ、すごくない？めちゃめちゃかわいい、なんかさ、ハイジの世界みたいな感じだね。およっ、うん、なんか素朴でいい感じ。こんな感じで焼けました。いいじゃん。まあでも、もっと理想を言うと、クープがめっちゃバリって開いてほしかったのは、なんか開いたは開いたか、なんか立ち上がらなかったね、意外と。これは私のクープの入れ方なのかな、わかんないけど、生地の具合かも。まあとにかく、すごい美味しそうに焼けた。続いては、こちらを焼きます。ねえ、ちょっと面白いぐらい失敗したかもしれない。あらららら、見てパンが思いのほか膨らんでしもうた。それによりきな粉が全部はみ出ました。うわー、そうだよね。てかさ、なんでこんなにさ、お餅みたいに焼けてるのかが不思議。鏡餅みたいに焼けちゃった、逆に。こっち、まあまあ綺麗に、まあだいぶこんな感じで、理想的なのはここら辺ですね。まあ、ちょっと綺麗に焼けた、マシかなーっていうパンたち。そして、はい、失敗、ズズズじゃん見て、60分焼いたらこんな感じになりました。なんかちょっとあんまりの釜伸びっていうかしなかったですね。外れるかな、オリーブオイルだからちょっと自信。あ、来た来た来た。おー、じゃーん、できました。なんかしっかり焼きって感じで、すごくいい感じにできた。もうね、ここの側面とかがガリガリ、ガッチガチに硬い。でもこのガッチガチに硬いものが、こう切ってね、食べるとすごい美味しい。中はもちってしてるはずだからさ、でこう焼き切る感じがして、すごいね、美味しいと思う。全部焼けました。おー、ザクザク、うわ、切りがいがあるザクザク加減。ざっくり食パンは焼けてるでしょうか。オープン、どーん、あー、いい感じ。ちょっと待って、そこまで切れてなかった。うわー、美味しそう。出来上がりです。うわ、美味しそう。これ試食よ。私は今日はとりあえず真っ二つ行ってみるでしょ。せーの、だーん、あ、美味しそう。ケーキみたいにね、こうやって切ると食べやすい。はい、ヌテラパンちゃんです。ヌテラブレッド、ちょっとくるみたちが落ちちゃったけどさ、いい感じじゃない？これもちょっとまだね、これが一番あったかくて結構熱々なので、大きめにゆったりと切ります。粗熱がちゃんと取れてからの方が、うん、美味しいっていうか。うわっ、でもやばいよ、まださ、こんなさ、出来上がってない感じのトロトロ具合が超美味しそう。まだふわふわのホロホロな感じのパンです。美味しそう。では食べたいと思います。トマトの生地美味しい。きな粉とチーズが一緒に食べた瞬間、もう口の中が幸せ。なんか森の中で焼いたパンみたいな、そんな感じだね。
すごいよく噛めば噛むほど美味しいけ。見た目は食パン、中はバゲットって感じ。もう本当にハード系の食パンですね。めちゃめちゃ美味しい。うん、これが一番ね、予想が、自分で作っときながら予想がつかないからさ。すごく雑穀がいい仕事をしてくれてる。なんか香りもすごくいいし、歯ごたえとか、どこか麹の甘さというか、ちょっとお米の甘さみたいなのがして、それが雑穀なのか、はたまたあの甘酒なのかわからないけど、美味しいです。なんかあの食パンの方が硬いです。あのカンパーニュの方が食べやすいから。お楽しみ。ニュッテリアブレッド、もうふわふわ、あのシナモンロール、焼きたてのシナモンロールみたいな感じ。どうしたのムク。やばい。はい、ということで、すっごく美味しかったです。どれもこれもなんか性格が違うパンというか、特徴が全然違うパンではあったんですけど、ナンバーワンはもうインパクトの勝負でヌテラだけど、あの美味しいな、しみじみ美味しいなと思うカンパーニュと食パンは結構いい勝負、私の中で。どっちも結構美味しいハード系のパンとして焼けたんじゃないかな。でも意外性としては食パンがいいかなって感じで、食パンのあのガリガリっと感はなかなかパン屋さんでも売ってないような、なんだろう、新しいジャンルの食パンが焼けた気がします。トマト生地のキノコのパンは、まあ、まあ見た目がね、あのうまくいった3つとその他があるのでまあちょっとまた要練習って感じなんですけど、でもなんとなく味は美味しいと思うな。あのトマトの生地が結構美味しく、もっちりといい感じにできたので、あれをピザ生地にして焼いても、ピザをほんとそのまま焼いちゃっても美味しいかなって気もするし、丸パンにして中にサンドしてもいろんなもの美味しいと思う。食べやすくて美味しいのはトマトの生地だと思う。久々にね、なんかパン焼き気分というか、パンを焼く欲がすっごい来たから、動画を撮りながらパン撮っててパン作ってみたけど、すごい楽しかったので、また焼きたいと思います。撮りたいと思います。ということで、今日の動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。今日の黒板じゃん、春ワン気まぐれベーカリーってことで、時々ね、こうやってお家で、まあ4種類しか焼いてないけど、時々お家でパン屋さんごっこみたいなのをするのはすごい楽しいけど、パン屋さんってさ、これをまあほぼ毎日こなされてるわけでしょ。もう本当にすごい。まあ一人じゃないことが多いとはいえ、もう生地を作って成形して発酵してとか、あー考えただけで気が遠くなる。それを何種類も何個も焼くでしょ。パン屋さんってほんとすごいよねって思います。いつもいつもこういうことをやるたびに。でもね、いつかなんかパン屋さんをやってみたいって甘っちょろい考えだと思うんですけど、いつかなんかパン屋さんっぽいお店がなんだろう、わかんないけど、もっとね、大人になったら大人なんですけどいつかね、やりたいことがいっぱいありますね。でもパンは本当に焼けるようになって嬉しいし、ずっと焼いていきたいなって思うので、これからもパン作り修行頑張ります。ではでは、バイバーイ。